井伊直政は戦国時代末期から江戸時代初期にかけての動乱の時代を生きた武将で、徳川家康の重臣として知られています。直政の人生は幼少期の悲劇から始まり、徳川家康の下での勇猛な戦い、そして早すぎる死に至るまで多くの重要な出来事に彩られています。1562年、井伊直政は唐と海の飯谷に生まれます。幼名は虎松、今川氏の家臣であった父、井伊直親は松平元康、後の徳川家康との謀反の疑いをかけられ、今川氏真に誅殺されるという不運に見舞われます。この事件で、井伊家はほとんど滅亡の危機に瀕しましたが、幸いにも親族の支援により難を逃れます。1575年、直政は徳川家康に仕えるようになり、家康の支援で飯谷の領地を回復し、井伊家の再興を果たします。1581年、直政は徳川家康により、高天神城の戦いで先鋒に任命され、徳川三傑の一人として名を馳せます。1582年、22歳で元服し、井伊直虎の後を継いで、井伊氏の家督を継承します。1584年の小牧、長久手の戦いで、直政は赤備えを率いて、武功を挙げ、名を知られるようになります。赤備えをまとい、長槍で敵を蹴散らす、勇猛果敢な姿は、井伊の赤鬼と称され、諸大名から恐れられました。1586年10月、家康が上洛し、豊臣秀吉に臣従すると、秀吉は直政を高く評価し、従五位の下に叙させ、豊臣姓を下賜されます。1590年の小田原征伐では、夜襲をかけて、小田原城内に攻め込んだ、唯一の武将として、その名を轟かせます。奥州仕置きの、久野江、正実の乱でも、先鋒を務め、秀吉の天下統一に貢献。直政は、その功績により、上野国、箕輪城、12万石を与えられます。1598年、豊臣秀吉が死去すると、豊臣方の武将と交渉して、家康の味方に引き入れることに成功します。1600年、関ヶ原の戦いが始まり、直政は東軍の中心的存在となります。直政は全国の諸大名を東軍につける工作を行い、多くの武将を東軍に取り込みます。関ヶ原本戦は直政と松平忠義によって戦闘の火蓋が切られます。この戦いでも直政は奮戦、徳川の勝利に大きく貢献します。決戦終盤、直政は島津義弘軍に迫り、義弘の甥、島津豊久を討ち取ります。さらに退却する島津軍を追撃、ついに島津義弘の目前まで攻め込みますが、足を撃たれて落馬、島津軍を取り逃がしてしまいます。関ヶ原の戦いの後、江戸幕府の基礎がために尽力し、西軍の総大将の毛利氏や島津氏との和平交渉もまとめます。これらの功績が評価され、近江、沢山領、18万石を与えられます。しかし、1602年、直政は関ヶ原の戦いで受けた傷が原因で死去します。この時、彦根城八九条途中でした。直政の死後、井伊家は彦根藩30万石の領主として続きました。井伊家は江戸時代を通じて政治的影響力を持ち、幕末に至るまで重要な役割を果たしました。井伊直政の人生は、その忠義と勇気、そして戦国時代から江戸時代への移行期における徳川家康との深い結びつきを象徴しています。その勇猛さと忠誠心は今も多くの伝説や物語に影響を与えています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。